J-WAVE JAM THE WORLD、 この後はブレイクスルー、作家思想家の東博樹さんをお迎えしてお送りする月一アズマンリターンズ。今月はベルギー連続テロと音竹博多さんの話題を取り上げます。ブレイクスルー、 J-WAVE JAM THE WORLD、 月曜は津田大輔がお送りしています。続いてはブレイクスルーのコーナーです。今夜はこの番組の社説なような存在であるこれ企画、作家思想家の東博樹さんをお迎えしてお送りする月一アズマンリターンズです。こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか月一アズマンリターンズがね、うん、始まって今年に入ってから、はい、まあなんつうか3回連続2回今までの2回連続で非常に暗い話が続いたじゃないですか。もうダメ、はい、もう日本ダメなんです、もう希望なんか持てないですみたいになって、なんか今日はなんか10日にお越しになってからだいぶテンションとか高くて、最近ちょっとまた元気になられることとかありました？いやいや特にないですよ。だから今日も消費税 の, 増, あの、ね、増税見送りも決まり、増税見送りとともに商品券、そう若者ばらまきも決まりですね、うん、ますます安倍政権は歴史的対象に向けて着々と駒を進めてるわけですよ。で他方民進党はといえばね、はいはい、最初から当面を間違えるなどのドタバタ、新進党とかね、ありましたね。いやまあ期待してる人が 25% もいるのが奇跡とまで言われてるわけですよね、うん、結構高いって言えば高いですよね、うん、まあそういう中で僕自身どんどん絶望深めてますけどね、うん、あらまあ、はいはい、そうなんですが、まあただ本当にちょっとねツイッターでも書かれてましたけれども、すごいやっぱ衝撃があったベルギー の, 同時多発っていうの、はいはい、まあ、あれは本当に、うん、まあ、パリ同時テロもやっぱ特別な思いをね、うん、見てらっしゃったと思うんですけど、そこからの、まあ、すごく警戒されていたベルギーでのテロというものが、まあ、半年ぐらい経って緩んだところにドカンとやられてしまった、うん、まあ、本当に EU の、ね、本部中心があるっていうところも含めてすごくそういう意味での象徴的な場所でもあったんですけれども、うん、まず、まあ、その話もするんですが、その前にですね、東博樹さんが、まあ、ここのところツイッターでも、ツイートされている音竹博多さんのお話、うん、それからなんですか、まあその話をベルギーの話をしようと我々は提案したら、ベルギーと関係ないでしょ。まあ、音竹さんね、さんの話をパリ行ってたっていう話もありますけどね。あ、そうですね、調査ね、テロのね、調査にね、テロの調査にっていうね、つながってる。でも多分ね、見には行ってると思うんですよ、現場。あ、ベルギーを？ベルギー、いやベルギーじゃなくてパリの現場はね、見に行ってるとは思うんですけれども、それは繁華街ですからね。はい、まあでもそういうこともあって、まあ東さんもやっぱりちょっと思うところたくさんあったと思うんですが、まあ事実関係どっちにいやいや、まあどちらに対してもね、本当は、はい、事実関係だけ整理していきますと、すごいね、スーパーフラット感、はい、先週発売の週刊新潮が、まあ、音竹博多さんの、スクープを出しまして、去年10月12月にですね、まあ、不倫相手とパリとチュニジアに旅行していた、まあ、ただその時には、まあ、別の男性も一緒にいたっていうことですね。でそしてまた過去5人の女性とそういう関係にあったっていう事実もかかってたんですけれども、まあ、そんな中、まあまあ、ストレートにお聞きしますけれども、報道が出た時東さんはどういう感想を持ちましたか？いやそれは僕のようにはっきり言わないだけで、それは音竹さんのああいうね、自由な行動については知っていた人たちが多かったと思うので、ああなるほどと、結構早くこういうふうに週刊誌報道が出たなというような感想ですよね。まあそういうような自由な感じとか、まあ、モテるんだろうなみたいなっていうのは、うん、ツイッターにねそういう片鱗もあって、なんか今回の報道が出てきたことで、うん、そういう過去の発言とかをまたさらわれてしまってっていうこともされてますもんね、うん、ただまあやはり一つ大きかったっていうのは、まあおそらくこれ出馬するであろう、しかもそれが当初報じられていた、日本を元気にする会、松田幸太さんのところではなくて、うん、自民党から出るらしいぞということが、まあ、3月に入ってから、まあ、なんとなくそういう報道で伝わってくる中での、まあ、この週刊新潮、ただまあ出た後ではなくて出馬表明する前でのこの週刊新潮の、報道ということで、タイミングなんかどう思われました？まずおそらく出馬したらもっといろいろ出てくるのかなという感じはしますね。出馬前に報道が出てるっていうのは、まあ、この後二の矢三の矢があるのかなって、まあ、結構直感的に思うっていうことと、あとまあ、もちろんその後ろにこれは全然わかりませんけれども、まあ、もしかしたらそのもっと出てる予定だった政党というかグループからの情報提供みたいなこともあったのかもしれないと、まあ、これも単に推測ですが思いますが、しかしまあそういうこと以前にですね、これは僕はツイッターでつぶやきましたが、やっぱり音竹さんっていうのは、まあ、さまざまなこう彼自身の考え、彼自身のいろんな生き方の中で、まあ、そういうこう結構自由な性的なね
あの行動というのは取ってたし、それは全くオープンにしていて隠さなかったと思うんですよ、うん、それはあの業界内であのこっそり噂になってたっていうんじゃなくて、すごくオープンだし、まあ、明るくやってたわけですよね。まあそれはそういうことが朝のワイドショーなんかでも話は聞いてたみたいなコメントされてる、うんうん、であのそれをだから今の視線で見るとそれすごい悪い悪いって話になっちゃうんだけど、まあ、それは人の考え方でね、うん、でそれによって周りの人をそんなに不幸にしてたと思う、まあ、僕はあの奥さんやあの家族のことを知らないからわからないけど、そんなにその周りがすごい不幸になっていくっていう感じもまあしなかったと。でただあのやっぱりそれの生き方っていうものはそのまんま、じゃあ政治家それでやっていけるかって言ったらそこは違うよねと、うん、だからあの乙武さんがそういう生き方をするっていうことは僕は否定するべきじゃないと思うんです。世の中今すごい不倫だ、あいつはとんでもないって叩いてるけど、彼がそういう生き方を選んでるってことは周りに迷惑かけてなければあの問題ないわけだから、うん、あの僕はそこはそんな叩くべきではないと思うんだけど、ただあのその生き方そのまんまオープンなまま政治家になれるかって言ったら、世の中はそこまでまあ鍵かっこつきで進んでないわけですよ。これがまあ、うん、あのよく言われる話ですけど、うん、フランスだったら、まあ、いやあの自分のプライベートなことだからで終わってしまうような話が、うん、ところが、まあ、日本の場合はそうはならない、うん、ということですね。だからそれがねいいか悪いかともかく、うん、ただ現実に今日本はそういう社会じゃないんだから、うん、日本でしかも保守の自民党から出るんだったらば、うん、やっぱり、今回のような情報がバーンとスキャンダルで出てくるっていうのはちょっと準備不足なのかなとは思いましたね。実はね乙武さん僕と東さんと乙武さんの3人で東さんが運営されてる言論カフェでね、実はまあ政治とかについて語るっていうそんなイベントもやったこともあったし、今の時の乙武さんの話とかから、うん、まあ、そこからこの自民党への出馬っていう流れっていう一連の流れとか彼が言ってたことっていうのはどういうふうに評価されてました？僕はその自民党から出馬っていうのが決まった時に、まあ、やっぱり今現実にね、世の中に影響を与え日本を実効的に変えようと思ったらやっぱり与党の中入るしかないでしょうから、うん、そういう意味では現実的な選択だと思いました。ただ当然さっき言ったみたいに乙武さんのそういう部分っていうのは知ってはいたので、そこの部分でスキャンダルが出るっていうことは、まあ、容易に予想が出るつくので、まあ、そこの部分の処理というかそれをどういうふうにするつもりなのかなっていうのはちょっと心配になりましたね。で、まあ、そういう意味では、まあ、周りにその心配が当たったというか、ただ出馬の後に出ると思ったのに出馬の前に出てるっていうのはやっぱり不気味で、もう少しこれは出てきてしまうのかなっていうのがちょっと心配なところでありますね。まあ、今日東さんもツイートされてましたけれども、まあ、実際にこの年末の旅行に同行してた友人がミスターサンデーでね出てきてコメントするってい いや、まあ、これもだから多分いろんな人が、まあ、このメディアにこうだったよって語っている状況で、友人の人っていうのは僕は知りませんけど、うん、なんていうかコメントしなければいいのにね。いや、なんか人間不信になりますよね、うん、でもどうですか、東さんがもし例えば新潮の記者からこういうので取材に来てたらどうだった、どうしました？いや、僕はだって具体的にその旅行に同行したりしてるわけでもないので、一緒にナンパをしてるのを目の前で見てるわけではないから、うん、まあ、そういう意味では喋ることはないんですけどね、うん、幸いのことに。そうなんですよね、うん、だからまあね、旅行に同行させるくらいなのにっていうところもあって、結局まあそういうところで、まあ、このまま行くと彼もね極度ななんか人間不信になるんじゃないかなっていう、そういう心配もあります。いや、ただ結局その堀江さんなんかもツイッターで書いてるように、乙武さんがこれで無所属で出るっていうかな、例えば自民党の公認がなくなってもね、無所属で出るっていう可能性はあって、で僕はそれツイッターで書きましたけど、無所属で出て、うん、例えばその選挙活動で奥さんが横に立ってですね、うん、涙ながらに夫はみそぎをしましたみたいなことを言ってですね、そしてはい当選した、これでパチパチパチと今までのこと全部反省しますっていうのっていうのは、うん、僕はこれすごい個人的な、そんなに乙武さんのこと知らないで言いますけど、やっぱり乙武さんの今までの生き方っていうのを否定することになると思うんですよね。で、僕はあんまりそれはね、まあ、なんか健康的じゃない感じがしますね。うん、で、とにかく最初に言いましたけど、世の中不倫不倫不倫っていうので、なんかやたらと不倫という言葉を出せば誰でも断罪できるみたいになってて、今年はもう乙武さんだけじゃなくてですね、ベッキー、宮崎なんとか監督のもういろいろあるわけです。もう不倫だらけだったわけですが、うん、他人のね性行動、他人の性関係に
なんでみんなこんなに関心を持つようになってしまったのかと、うん、でしかもなんかそれだけでその人の社会的な存在をこう抹殺するようになってしまったっていうのは、まあ、ちょっと異常事態なのかなと思いますね。まあ、かつて、まあ、これかつては良かったっていう話ではないんですが、うん、まあ、自民党のそれこそ重鎮の議員なんかも何度もこういったセックススキャンダルっていうのはたくさん出ているけれども、うん、まあ、それもまあひどいけれども解消だよねみたいな感じで、まあ、世間もまあ、おおらかに見ていたっていう言い方が正しいのかわからないけれども、少なくとも事実として辞職、議員辞職までするみたいなケースってのはなかったりしたわけですよね。まあ、このあたりっていうのの、うん、なんか日本社会の変化みたいなのを感じる部分ってありますか？やっぱりね、だから問題は男性と女性の権力差みたいな、あの力関係みたいなものがね、こうすごくはっきり見えてくると、これ良くないと思うんですよ。だから妻がいるんだけど妾もいると、うん、そういうの堂々と言われても、それはなんか性関係が問題というよりその人の男女感が問われるわけですよね、うん、でだから今回乙武さんの行動で問題があるとすれば、僕はやっぱり謝罪文だと思います。謝罪文でやっぱり妻に謝らせるっていう形を取ってしまったっていうのが、うん、僕は大変がっかりした。特に、まあ、ツイッターとか見ていると、うん、女性たちがやっぱりすごく拒否反応を示してましたね、うん、それはね、乙武さんは自分の性の問題を自分で謝るっていうことがまず最初にあるべきなのに、うん、妻も一緒に謝ってますっていうのは、やっぱり乙武さんが乙武さんに指示をした勢力の男女感っていうのが見えてしまったので、うん、僕はそれは問題だと思います。で不倫の問題っていうのも、まあ、またこの不倫っていう言葉がなんか変な言葉なんだけど、うん、昔のね、自民党の大物議員とかの、俺は妻もいるけど愛人もいるぜみたいな、うん、で愛人との写真やっても妻が仮に謝るぜみたいなのは僕は論外だと思いますよ、うん、ただそれが論外なのは性関係が乱れてるから問題なのではなくて、うん、そこで男女差別があるから問題なんですよ、うん、なるほど、うん、だから別に男女差別がないんだったら何だっていいんですよ、大人なんだから、お互いが納得づくであればっていうことです、ね、うん、そうです。というわけでね、あんまりこの不倫っていうのをね、世の中がこう首を取ったみたいに言うのは良くないなと思ってますね。うん、なるほど、うん、まあ、そんなお話もあって、まあ、ある中ですね、この後、まず1曲聴いていただいて、後半ベルギー連続テロの話にスーパーフラットにお届けしていきたいと思います。すごい展開だな。はい、津田大輔がナビゲートしている J-WAVE ジャム・ザ・ワールドブレイクスルー、後半も月1アズマンリターンズよろしくお願いします。はい、はい、ということで、打って変わって、前半とは打って変わって、まあ、ベルギーの連続テロ、まあ、今後どうなっていくのか、まあ、この間ね、東さんも宮台真司さんと言論カフェのトークで話した時、僕もお客さんでいて、その時にすごくやっぱ印象に残ったのが、まあ、世の中がすごくその90年代の時とかに、まあ、南北問題とかって言われているようなものを、うん、北側先進国がとにかく南側から搾取をする構造があって、うん、それによって多文化共生リベラル寛容になっていこうっていうものが、多分どんどん広まっていったんだけれども、やっぱりそれが砂上の楼閣だったし、いわゆる、まあ、ポリティカルコレクトレスと言われているような、まあ、とにかく政治的に正しい物言いがだけがどんどん幅を利かせるようになってしまっていることが、すごくなんかそれが反動でトランプ現象みたいになっている、またそれの一つの帰結としてのIS のテロみたいなものもあるんじゃないかってお話だったんですが、まあ、少し補うとね、結局その、はい、今の社会何が問題かって言ったらば、経済格差っていうのがどこの国でも誰にでも目に見えるようになっちゃってるってことなんですよ。ああ、それはグローバル化の弊害ですね。20世紀のだって実は経済格差あったんですよね。本当ですね。先進国の中では経済格差は縮まっていたかもしれないけど、うんうん、グローバルに見れば北の国と南の国なんかすごい格差があったわけですよ、うん、そうですね。でけれども南の国は南の国で生きてて、北は北で生きてるから、そんなに格差があるってことが、まあ、可視化されなかった、考えれば分かったけど、うんうん、ところが今はそういう北と南、先進国と後進国っていう分割がなくなった代わりに、どこの国でもすごく豊かな人とすごく貧しい人がいるようになっちゃったんですよね、うん、でそうすると、まあ、どこの国でもやっぱり怒りが爆発するようになる、うん、でまあ、このベルギーの連続テロ、このパリもそうだし、まだ昨日もパキスタンでもすごく大きな悲惨なテロがありましたけど、もちろんこれ後ろに IS がいるわけですが、うん、しかしこれイスラム教という宗教の問題だけではなくて、やっぱりその原因はグローバルな経済格差であって、うん、そしてその経済格差の中で、本当は俺だってもっと幸せになれたのに、うん、本当は俺だってもっと豊かになれたのにっていう不満を持っている人がすごく増えてきてしまっている、うん、しかも世界中にいると、うん、でこれはやっぱりすごく深刻な問題で、今日本は
なんとなくそこの外にいるような気がするけれども、うん、実は日本だって今から10年前20年前に比べると国内の政治情勢って全然変わっていて、うん、この間の保育園のブログじゃないけれども、もうこんなんだったらばもう嫌になっちゃうから日本壊れちまえっていう人たちはいっぱいいるようになるんです、なってるんですよね。保育園落ちた日本死ねなんだけれども、うんうん、保育園落ちたこんな日本殺してやるっていう風に何かのボタンの掛け違いでなる可能性があるということですね。なりますなりますよ、なる可能性あります。だからやっぱり日本死ねっていう言葉にみんなすごく今回反応したんだけど、うん、ああいうものっていうのを予兆として捉えるべきで、やっぱり実はああいう感情が鬱屈し育っていくと国内でテロが生まれてくる可能性だってあるし、うん、だからそれはあれなんですよね、うん、そういう政治的な、うん、何か背景がというよりもこのなんていうか社会全体とかもう世界全体に対しての怒りみたいなものとかっていうことですよね。例えばだから日本ってよく言われるのが、うん、確かにテロがないんだけれども、うん、誰かを殺さない代わりに日本の場合は銃がないからね、うん、銃がないからでも誰かを殺さない代わりに自殺するじゃないですか3万人、うん、でもその3万人自殺するのが秋葉原連続殺傷事件の加藤智大のようにやっぱりここもボタンの掛け違いになるっていうことも、うん、まあ、今後あり得るし、そうですよ、まさにそういうことを何ですかね、 IS は刺激しようとしてるわけですね、うん、ネットを使ってね。だからやっぱり、まあ、20世紀の後半ってすごく今から思えば、まあ、一方に冷戦構造ってのがあって他方にその南北格差ってのがあって、まあ、グローバルには安定してたわけですよね、うん、でけれどももちろんそれ歪んだ安定だったんだけれども、まあ、その代わり今みたいな不安定な状況ではなかった。ところがその現代はいつ世界中のどの都市でもいつテロが起きるかわからないし、またテロが日常に慣れてたらと、だって今年に入ってからだってもういっぱいテロがあるし、うん、その実はベルギーのテロ先週のことなんだけど、うん、まだ1週間経ってないんだけど、うん、おそらくリスナーの皆さんもなんかもう結構昔のような気がしてると思うんですよね、うん、流れが早すぎてね、うん、でそんなに大きな事件だったっけっていう気がしちゃってると、うん、でやっぱりみんなテロに慣れ始めてるんですよね、うん、これがそのパリで最初にシャルリー・エブドがあった時のあの衝撃に比べると、うん、その今ベルギーのテロまああるよねっていう感じになってる、うん、でこうやって慣れていくっていうのがまずすごく怖いことですね、うん、でまあそれをどういうふうにしていいのかっていうのは僕自身もまあやっぱり相手はないわけですが、しかしまあ普通に考えてやっぱりグローバルな経済格差っていうのをね、なんとかしていかなければいけないんだろうとしかまあ言いようがないですよね。なんか僕も去年トルコに行ったんですけど、仕事で、そのでトルコに行った、まあ、世界遺産ブルーモスクの前の広場にももちろん行ったし、うんうん、一番大きな商店街も歩いたんですけど、まあ、イスタンブールってこう今年入って2回テロありますけど、うん、そうですよ、あれもまだ先月でしょ。そうなんですよ、ね、いやだからもうイスタンブールのテロなんてずいぶん前のように感じてしまうからね。いやでもびっくりですよ。しかもだから本当に普通に見た自分のところが、うん、あそこでこれが起きたんだって言ったら、まあ、そうすると自分がいつ巻き込まれてたっておかしくなかったとも考えるわけ、うんうんで、まあ、それが本当に、まあ、海を隔てているとは言っても日本でもね、IS に参加しようと思ったまた若い者がね拘束されるなんていうこともシリアで拘束されるなんて、うん、トルコで拘束されるなんてこともありましたけれども、うん、まあ、そんなのも出てくる。でその中でただいろんなそういう IS の問題、そしてテロ同時多発のこういうテロをめぐる問題の中でも多分他の言論人知識人と東さんが多分ちょっと毛色が変わった主張されてるのはやっぱりパリとか、うん、ブリュッセルっていう、まあ、EU あいたヨーロッパ、うん、西ヨーロッパ的な価値観に対してのあそこでテロが起きるっていうのは特別な意味があるっていうことをおっしゃっていて、これをもうちょっと補足していただけますかね。というかやっぱりテロっていうのはある種のシンボリズムに対して行うものですので、つまりだから例えば今回のパキスタンであれば、うん、イースターでキリスト教徒が集まってる遊園地でやってるわけですよね。あ、なるほどね。だからそういう意味でそのメッセージっていうのはやっぱりちゃんと受け止めていかないと、それをなんか下手をするとテロよりも交通事故の方がよっぽど人が死んでるっていうかいうような話になってしまうので、単なるやっぱり死者の数で考えるのは僕は違うと思いますね、うん、だからそういう意味でやっぱりベルギーで起きたってことには大きい意味があると思う、うん、ただそれですらもどんどん毎日日常の中で流れてしまうほどに人々の感覚が摩耗し始めてると、うん、でそのことがやっぱり怖いことだなと思いますね、うん、まあ、今回のねやっぱりまたフランスパリに引き続いてブリュッセルでっていうことで、うん、まあ、世界の、ね、これ政治に大きく影響を与えそうですね、まあ、もちろんアメリカ大統領選であれば、まあ、トランプ候補には追い風だろうし、そしてまた、ね、まあ、イギリスのこれ EU から独立するかどうかの国民投票にももちろん影響を与えるでしょう。そしてまた トランプは日本も韓国はもう核で武装すればいいとかって言ってるわけじゃないですか、うん、でそれをまた日本の保守の一部の人たちが歓迎するようなことになってきてると、うん、で
いや、この問題も今年これから後半にかけておそらくここでも何回も何回も話題にしていくと思いますが、うん、やっぱりちょっと大変な時代に入りつつありますね。今までの常識では考えられない、うん、日米同盟破棄をじゃあ自主核武装だみたいなね、なんていうのがどれだけ現実味があるのかってところも含めてなんですが、そしてまたまあ、メルケル首相、うん、まあ、ドイツの多分存在感とか移民政策どうなるのだっていうのもあるでしょうし、まあ、フランスのルペンにも多分追い風だろうし、うん、これ世界どうなっていくんでしょうね、これはね。まあよくわかりませんが、やっぱり、まあ、今から振り返れば冷戦が崩壊した89年から、うん、まあ最近のその90年代2000年代っていう、まあこの25年間ぐらいはやっぱりかなりハッピーな時代だったのかもしれないですね、うん、もう世界戦争も冷戦構造も終わったので世界戦争の恐怖もない、うん、でグローバルにどんどん人もつながっていく、インターネットも私たちの可能性をすごく開いてくれる、うん、で世界で基本的には後進国もどんどん豊かになって、うん、世界中の人が、まあ、観光客として世界中の街を訪れる、うん、でショッピングモールが世界中にできて中産階級が世界中を闊歩するようになるっていうのが、うん、まあ、一つその理想として見えた時代だったわけだけど、まあ、その理想の 裏側にやっぱりそれで切り捨てられる人たちがすごく多くいて、うんうん、その人たちに対してやっぱり過剰に自分たちの身を守らなければならない時代に入りつつある、うん、でそうなってくると当然その、まあ、EU の宣言条約が宣言協定が有名無実化してるっていうことが象徴的ですけれども、うん、やっぱり人々はやっぱ国境でまた身を守るしかなくなるだろうし、うん、一旦グローバル化したものに対する反動っていうのは出てくるっていうのは、まあ、想像に固くないですね、うんうんうん、これなんか冷戦が終わって、うん、そしてそこからの25年間、まあ、幸せな時代があったわけですが、うん、ただその幸せな時代に、まあ、日本も含む西側諸国が、うん、25年でこれ 見過ごしてきたものがあるとしたら何でしょう。これ25年で見過ごしてきたもの、やっぱりなんていうかな、まさにその虐げられ恥ずかしめられて いる人たちっていうのの怒りっていうのが、そのグローバルインターネットのテクノロジーとかを使ってグローバルにこの組織された時の怖さ、うん、っていうことなんじゃないですかね、うん、だから訓練された軍隊みたいなものがいて、それこそ例えば北朝鮮みたいなもんですよ、北朝鮮みたいなものに対する警戒心とか、うん、そういうものはずっと持ってたと思うんですよね、うん、そう、国家とか企業っていうものがなんか悪に転化し、それが我々の社会システムに攻撃を仕掛けてくる、それをなんとか封じ込めなきゃいけないっていうようなことはずっと考えてたんだけれども、うん、今やっぱりテロで起きてきてるのは個人ですよね、うん、そのもう世界の不条理さに対して起こってる個人、まあ、ある意味ではすごいこれ文学の問題だと思います、うん、なるほど。ただもう一方で、うん、まあ、メディアから切り取っていくと、うん、この個っていうものがすごく拡張できる、うん、物理的にも場所的にも時間的にもっていう意味で言うと、やっぱりネットの力っていうのが要素としてはすごく大きいんでしょうね。そうです、そうです、そうです。だからネットをなんていうのが正しいか甘く見たというか、うん、まあ、だから90年代の後ろぐらいにね、アントニオ・ネグリとマイケル・ハートっていう人が帝国って本を書いてて、うん、でそこでマルチチュードっていう概念を出したわけですよ、はいはい、で世界中 の共産主義が終わった後、これから左翼の運動ってどうなるかと、それはバラバラな市民っていうのがネットワークを使って世界中で結びつくんだって言ってたわけですね。あ、オキパイなんかまさにそうですよね、うん、それが現実化したのがオキパイなんですけど、じゃあこういうマルチチュードみたいなものってのは現実にどういう形で現れたかって、これは実はアルカイダや IS が一番マルチチュードの運動論に近いんですよね、うん、プラスまたアラブの春もそうでしょうね、うん、ただそれは国境を越えた人たちが自分たちの個の問題で集まって組織化され、自己組織化されていく、中心はどこにもない、中心がどこにもないから潰すこともできない、でそしてどっか抑え込んでも必ず他のところから出てくるっていう、まあ、そういう運動論、しかしでもそういった技術をまさに与えたのがアメリカがこの帝国的に支配するためのツールとしてのインターネットだったわけですよね、うん、軍事の。だからまあ歴史の皮肉といえば歴史の皮肉でね、うん、でだから今後その、まあ、結局そのアルカイダにしても IS にしてもこれ IS が消えたとしてもまた IS 的なものが出てくるでしょうし、うん、こういうその中心がない鬱屈した人たちのグローバルなネットワークっていうのにはおそらく21世紀は付き合い続けなければいけないんでしょうから。これ今ね、うん、ツイッターでもし歴史にね学ぶとするならば、うん、今どの時代に学ぶがいいんでしょうかという、いやこん歴史的にだからない時代に遭遇してるんですね。こんな風に個人が中心がなくネットワーク化されてしまう時代っていうのは、だからそういう意味で言うと
やっぱりまだまだ国際社会っていうのは IS の問題に対して、もしくはこのテロの問題に対してその本質まで届いた対応を僕はしてないと思いますね、うん、それは IS っていう国家だとか無法者集団っていうのがいて、その人たちが訓練しテロリストを世界中に送り出してると、うん、だからその中心を叩けばなくなるんだっていう発想で捉えてる、空爆でだからこそアルカイダも潰してたわけですね、うん、IS にも空爆をしてると。ただおそらくそういう問題ではないんですよね。世界中あらゆるところにいる鬱屈した人たちっていうのが結びつくネットワークっていうのをみんな作れてしまうと、うん、でだから常に偏在する危険としてある、うん、でそれを一個一個潰そうとしても潰せない。だから社会の体質を変えるとしか言いようがないんですよね、うん、難しい問題だと思います。とっても、毎月1回ね、うん、このコーナーあるので、何かそういうもののなんか変えるきっかけみたいな、ね、明るいものがあればそういう明るい話をねしていきたいなと思いますけれども、うん、そうですね、はい、とりあえず不倫スキャンダルをなくすところから始めた方がいいかもしれないですね。そうですね、うん、それが何よりのテロ対策になる可能性があるという可能性があるといいなと思います。ちょっと前半と後半があまりにも話が乖離してたんでね、はい、どうもありがとうございました、はいはい、以上ブレイクスルーでした、はい、どうも。ね、うん、幸いのことに。そうなんですよね、うん、だからまあね、デコに同行させるくらいなのにっていうところもあって、結局まあそういうところで、まあ、このままいくと彼もね極度なんか人間不信になるんじゃないかなっていう、そういう心配もあります。いやただまあ、結局その堀江さんなんかもツイッターで書いてるように、乙武さんがこれで無所属で出るっていうかの、例えば自民党の公認がなくなってもね、無所属で出るっていう可能性はあって、で僕はそれツイッターで書きましたけど、無所属で出て、うん、例えばその選挙活動で奥さんが横に立ってですね、うん、涙ながらに夫はみそぎをしましたみたいなことを言ってですね、そしてはい当選した、これでパチパチパチと今までのこと全部反省しますっていうのっていうのは、うん、僕はこれすごい個人的な、そんなに乙武さんのこと知らないで言いますけど、やっぱり乙武さんの今までの生き方っていうのを否定することになると思うんですよね、うん、で僕はあんまりそれはね、なんか健康的じゃない感じがしますね、うん、でとにかく最初に言いましたけど、世の中不倫不倫不倫っていうので、なんかやたらと不倫という言葉を出せば誰でも断罪できるみたいになってて、今年はもう乙武さんだけじゃなくてですね、ベッキー、宮崎なんとか監督のもういろいろいろあるわけです。もう不倫だらけだったわけですが、うん、他人のね性行動、他人の性関係になんでみんなこんなに関心を持つようになってしまったのかと、うん、でしかもなんかそれだけでその人の社会的な存在をこう抹殺するようになってしまったっていうのは、ちょっと異常事態なのかなと思いますね。かつて、これかつては良かったっていう話ではないんですが、うん、自民党のそれこそ重鎮の議員なんかも何度もこういったセックススキャンダルっていうのはたくさん出ているけれども、うん、それもひどいけれども解消だよねみたいな感じで、世間もおおらかに見ていたっていう言い方が正しいのかわからないけれども、少なくとも事実として議員辞職までするみたいなケースではなかったりしたわけですよね、このあたりっていうのの、なんか日本社会の変化みたいなのを感じる部分ってありますか？やっぱりね、だから問題は男性と女性の権力差みたいな力関係みたいなものがね、情報がバーンとスキャンダルで出てくるっていうのはちょっと準備不足なのかなとは思いましたね。実はね、乙武さん僕と東さんと乙武さんの3人で、東さんが運営されてる言論カフェでね、実は政治とかについて語るっていう、そんなイベントもやったこともあったし、あの時の乙武さんの話とかから、そこからこの自民党への出馬っていう流れっていう一連の流れとか、彼が言ってたことっていうのはどういうふうに評価されてました？僕はその自民党から出馬っていうのが決まった時に、やっぱり今現実にね、世の中に影響を与え、日本を実効的に変えようと思ったら、やっぱり与党の中入るしかないでしょうから、うん、そういう意味では現実的な選択だと思いました。ただ当然さっき言ったみたいに乙武さんのそういう部分っていうのは知ってはいたので、そこの部分でスキャンダルが出るっていうことは容易に予想が出るつくので、そこの部分の処理というか、それをどういうふうにするつもりなのかなっていうのはちょっと心配になりましたね。で、そういう意味では、
まあ、ある意味その心配が当たったというか、ただあの出馬の後に出ると思ったのに出馬の前に出てるっていうのはやっぱり不気味で、もう少しこれは出てきてしまうのかなっていうのがちょっと心配なところでありますね。まあ、今日東さんもツイートされてましたけれども、まあ、実際にこの年末の旅行に同行してた友人がミスターサンデーでね出てきてコメントするってい う、まあ、これもだから多分いろんな人がまあこのメディアにこうだったよっていうのを語っている状況で、この友人の人っていうのは僕は知りませんけど、なんていうかコメントしなければいいのにね。いや、なんか人間不信になりますよね、うん、でもどうですか、東さんがもし例えば新潮の記者からこういうので取材に来てたらどうだった、どうしました。いや、僕はだって具体的にその旅行に同行したりしてるわけでもないので、一緒にナンパをしてるのを目の前で見てるわけではないから、うん、まあ、そういう意味では喋ることはないんですし、それからなんですか、まあその話をベルギーの話をしようと我々は提案したら、ベルギーと関係ないでしょ。まあ、乙武さんね、乙武さんの話をパリ行ってたっていう話もありますけどね。そうですね、調査ね、テロのね、調査にね、テロの調査にっていうね、つながってる。でも多分ね、見には行ってると思うんですよ、現場。あ、ベルギーを、ベルギー、いや、ベルギーじゃなくてパリの現場はね、見に行ってるとは思うんですけれども、それは繁華街ですからね。はい、まあでもそういうこともあって、まあ、東さんもやっぱりちょっと思うところたくさんあったと思うんですが、まあ、事実関係、どっちにいやいや、まあ、どちらに対してもね、本当は、はい、事実関係だけ整理していきますと、先週発売の週刊新潮が、まあ、乙武洋匡さんの、スクープを出しまして、去年12月にですね、まあ、不倫相手とパリとチュニジアに旅行していた、まあ、ただその時には、まあ、別の男性も一緒にいたっていうことですね。でそしてまた過去5人の女性とそういう関係にあったという事実もかかってたんですけれども、まあ、そんな中、まあ、ストレートにお聞きしますけれども、報道が出た時東さんはどういう感想を持ちましたか。いや、それは僕のようにはっきり言わないだけで、それは乙武さんのああいうね、自由な行動については知っていた人たちが多かったと思うので、ああなるほどと、結構早くこういうふうに週刊誌報道が出たなというような感想ですよね。まあ、そういうような自由な感じとか、まあ、モテるんだろうなみたいなっていうのは、うん、ツイッターにね、そういう片鱗もあって、なんか今回の報道が出てきたことで、うん、そういう過去の発言とかをまたさらわれてしまってっていうこともされてますもんね、うん、ただまあやはり一つ大きかったっていうのは、まあ、おそらくこれ出馬するであろう、しかもそれが当初報じられていた、日本元気にする会、松田幸太さんのところではなくて、うん、自民党から出るらしいぞということが、まあ、3月に入ってから、まあ、なんとなくそういう報道で伝わってくる中での、まあ、この週刊新潮、ただまあ出た後ではなくて出馬表明する前でのこの週刊新潮の、報道ということで、タイミングなんかどう思われました。まずおそらく出馬したらもっといろいろ出てくるのかなという感じはしますね。出馬前に報道が出てるっていうのは、まあ、この後二の矢三の矢があるのかなって、まあ、結構直感的に思うっていうことと、あとその、まあ、もちろんその後ろに、これは全然わかりませんけれども、まあ、もしかしたらそのもっと出てる予定だった政党というかグループからの情報提供みたいなこともあったのかもしれないと、まあ、これも単に推測ですが思いますが、しかしまあそういうこと以前にですね、これは僕はツイッターでつぶやきましたが、やっぱり乙武さんっていうのは、まあ、さまざまなこう彼自身の考え、彼自身のいろんな生き方の中で、まあ、そういうこう結構自由な性的なね行動というのは取ってたし、それは全くオープンにしていて隠さなかったと思うんですよ、うん、それは業界内でこっそり噂になってたっていうんじゃなくて、すごくオープンだし、まあ、明るくやってたわけですよね。まあ、それはそういうことが朝のワイドショーなんかでも話は聞いてたみたいなコメントされてる、ね、うんうん、でそれをだから今の視線で見るとそれすごい悪い悪いって話になっちゃうんだけど、まあ、それは人の考え方でね、うん、でそれによって周りの人をそんなに不幸にしてたと思う、まあ、僕は奥さんや家族のことを知らないからわからないけど、そんなにその周りがすごい不幸になっていくっていう感じもまあしなかったと。でただやっぱりそれの生き方っていうものはそのまんま、じゃあ政治家それでやっていけるかって言ったらそこは違うよねと、うん、だから乙武さんがそういう生き方をするっていうことは僕は否定するべきじゃないと思うんです。世の中今すごい不倫だ、あいつはとんでもないって叩いてるけど、彼がそういう生き方を選んでるってことは周りに迷惑かけてなければ問題ないわけだから、うん、僕はそこはそんな叩くべきではないと思うんだけど、ただその生き方そのまんまオープンなまま政治家になれるかって言ったら、世の中はそこまで、まあ、鍵かっこつきで進んでないわけですよ。これがまあ、うん、
あのよく言われる話ですけど、うん、フランスだったらまあいやあの自分のプライベートなことだからで終わってしまうような話が、うん、ところが、まあ、日本の場合はそうはならない、うん、ということですね。だからそれがねいいか悪いかともかく、うん、ただ現実に今日本はそういう社会じゃないんだから、うん、日本でしかも保守の自民党から出るんだったらば、うん、やっぱり今回のような J-WAVE JAM THE WORLD この後はブレイクスルー作家思想家の東博樹さんをお迎えしてお送りする月一アズマンリターンズ、今月はベルギー連続テロと音武博多さんの話題を取り上げます。ブレイクスルー J-WAVE JAM THE WORLD、 月曜は津田大輔がお送りしています。続いてはブレイクスルーのコーナーです。今夜はこの番組の社説なような存在であるこれ企画、作家思想家の東博樹さんをお迎えしてお送りする月一アズマンリターンズです。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか月一アズマンリターンズがね、うん、始まって今年に入ってから、はい、まあなんつうか3回連続2回今までの2回連続で非常に暗い話が続いたじゃないですか。もうダメ、はい、もう日本ダメなんです、もう希望なんか持てないですみたいになって、なんか今日はなんか JWAVE にお越しになってからだいぶテンションとか高くて、最近ちょっとまた元気になられることとかありました？いやいや特にないですよ。だから今日も消費税の増あのね増税見送りも決まり、増税見送りとともに商品券、そう若者ばらまきも決まりですね、うん、ますます安倍政権は歴史的大勝に向けて着々と駒を進めてるわけですよ。で他方民進党はといえばね、はいはい、最初から当面を間違えるなどのドタバタ、新進党とかね、ありましたね。いやまあ期待してる人が 25% もいるのが奇跡とまで言われてるわけですよね、うん、結構高いって言えば高いですよね、うん、まあそういう中で、うん、僕自身どんどん絶望深めてますけどね。あらまあ、はい、はい、そうなんですが、まあただ本当にちょっとねツイッターでも書かれてましたけれども、すごいやっぱ衝撃があったあのベルギーの、同時多発テロ、はいはい、まああれは本当に、うん、まあパリ同時テロもやっぱ特別な思いをね、見てらっしゃったと思うんですけど、そこからのまあすごく警戒されていたベルギーでのテロというものがまあ半年ぐらい経って緩んだところにドカンとやられてしまった、うん、まあ本当に EU のね本部中心があるっていうところも含めてすごくそういう意味での象徴的な場所でもあったんですけれども、うん、まずまあその話もするんですが、その前にですね東博樹さんがまあここのところツイッターでも、ツイートされている音武博多さんのお話、うん、